皆さんこんにちは。響きの所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響きスタイル、今日の担当は尾崎ゆかです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は7月19日ということは尾崎ゆかファースト写真集の発売日ですよ。イエーイ、やっと発売されましたね。ついに。どうでした？もう手に入れた人もいるんじゃないでしょうか。いやもうね、これ前編、前編ではなかった、一部沖縄でも結構ほとんどもう沖縄で撮影をして、海のね綺麗なところとか、なんと初水着もね披露したりとかね、東京でも撮ってるんですよ実は。映画館とかで撮ったりとか、大好きな蔦屋さんで撮ったりとかねしてるんですよ。あとね、凝ったのがこのポストカード、これ特典で全6種あるんですけど、これはねポテトのあれなんですけど、後ろにはね手書きメッセージをね添えてるんですよ。これ結構時間かけましたよ、手書きメッセージ。チラ見する？絵も書いてあるの。いくよ。いっ、うん、すごいでしょ。そう、これ今英語だったんだ、わかったかな。そう、英語もね書いてあるの。1種類だけだからね、全6種、楽しみにしておいてほしいなと思います。いやね、いろんなカットあるんだけどね、何がお気に入りかな。やっぱねピアとの写真。そう、ピアもね実はねこの写真集にはたくさん出てくるんですよ。そう、すごい可愛いの。見る？ピアの後ろ姿やばいよ、燃えるよ。いくよ、せーの、ほら、あ、こっちか、ほら、ピア、いいでしょう。この後ろ姿をね、毎日見てるわけですが、すごくいいんですよ、大好きなんですよピアのこと。これね裏表紙もね実はピアなの。ほら、かわいいでしょ、見てこれ。もうこれ絶対これって思ったよね、裏表紙は。写真選ぶ中で自分でね表紙も裏表紙も選んでるので、本当に結構自分で自信作にしたくって、こう結構悩みました。そう、いろんなね手書きメッセージとかもね後ろに書いてあったりとか、本当にいろんなものに凝って見応えのある写真集になってるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ皆さん手に入れて、大切な一冊にしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はですね、響きスタイル、私が、こちらの用意されている DJ ベアというおもちゃで遊んでいきたいなと思います。よー遊んでいこうぜ。よー、へいよー、はあ、これ見たことないよ。なんかね、これスイッチ入れると、なんかこちら話した言葉は何でも6秒間のラップにしてくれるおもちゃらしいよ。では早速遊んでみよう。いけるかな。大崎だよ。
か予想以上にすごいね。ね、かわいいね。うん。いや、結構ね、暇つぶしになるんじゃないかね。みんなもゲットしてみてね。はい、ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日の担当は尾崎由香でした。バイバーイ。